一子です。今日は2022年9月3日土曜日です。高松の朝は曇りでした。予報では一日中曇りでしたので、少し自転車で走りました。現在午後1時前の温度は30度をスマホで表示しています。予報も変わり、曇り時々晴れになり、雷も鳴っています。1時頃から 50% 以上の確率で雨が降りそうです。早明浦ダムの貯水率も 45% ぐらいで、昨日とあまり変わりません。あれだけ降ったのに、高知には降らなかったのでしょうか。不思議です。さて、動画は昨日の続きで、まだ北調です。読み上げは北調で、途中から高松では有名なラブホテル街を走りましたので、冷た川を読み上げます。その後、続きを読み上げます。いつものように、ウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。北。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。北は香川県高松市東部にある一地区で、高松市役所北市長所の管内、北町一町からなる。かつては全域が北郡北村として存在し、1940年2月11日に高松市に編入された。地区の中心駅である琴電林道駅周辺地区は、高松市周辺に8つある地域拠点の一つを形成している。地区の性格は高松市中心部に隣接したベッドタウンである。地理。地区は高松市東部に位置し、旧国道11号や長尾街道などを通して、高松市中心部に隣接した南北に細長い地区である。人口は2010年時点で31,841人、男15,376人、女16,465人、世帯数は13,554世帯で、平成の第一合併以後も、本町地区を除く、高松市内の地区で人口、世帯数ともに太田地区に次いで第2位である。面積は 5.82 平方キロメートル、人口密度は1平方キロあたり 5,511.86 人。面積は高松市内の地区では平均的であるが、人口密度はやはり本町地区を除く高松市内の地区の中で第2位である。高松市中心部の外縁に位置し、連続した市街地を有する。市境。全域が高松平野の一部で、地区の東に春日川、中部に冷田川と宮川が流れるほか、北端の河口部ではちょうど、御保川、冷田川、春日川、新川が合流している。その他にも小さな川や用水路なども存在している。山、なし。川、春日川、冷田川、宮川。湖沼、大池、小池、亀池。土地利用。地区は南北に細長く面積も広いため、場所ごとに全く用途が異なる。北部では、江戸時代から東西に高松五街道の一つである志度街道、旧国道11号、現香川県道155号群中人線が横切り、沿線は古い近隣商業地域で、またそれより北部は、塩田を埋め立ててできた準工業地域である。中部と南部では同じく、高松五街道の一つ長尾街道が通り、その沿線もまた古い近隣商業地帯である。それらの沿線以外は、高松市のベッドタウンとしての住宅密集地であったり、農業地帯が残っていたりもする。しかし20世紀末頃から、高松市中心部のドーナツ化減少により農村地帯は住宅地へと変化する傾向がある。高松市編入以前、もともとこの地域にあった北郡北村には、編入後の町名に引き継がれるはずの大技がなかったため、高松市編入後は全域が一つの町、北町として設定された。ただ、それでは一つの町としての面積が広くなったため、町内を9つの数字を冠した区に分け、まとまりの単位として、広い町内を感覚的に示す方法として利用されるようになった。この方法は広く普及し、国勢調査の小地域統計でも、北町の部分は区単位で公表されている。
区割りは南西部を1区とし、時計回りに9区まで分けられている。先の図のように南北に細長い北町を冷田川および宮川を中心としてさらに二分し、その中を道路や鉄道式を基準として西側に1から4区、東側に5から9区が区画されている。この区分けの特徴として、特に南部では1区と9区のように若い番号と大きな番号の区が隣接しており、番号の大小が区同士の距離と同質とはならない。以上で一旦読み上げは終了いたします。冷田川出典フリー百科事典ウィキペディアより。冷田川は香川県高松市を流れる冷田川水系の本流で2級河川。概要、高松市本山町付近に源を発し、高松定地中央部を北流して朝日町で瀬戸内海に注ぐ。支流は北町で宮川、河口付近で御保川が合流する。指定延長 4.67 キロ、流域面積 31.6 平方キロメートル、鹿川を含む指定総延長は約20キロ。流域には数多くの工場が立地し、高度経済成長期には住宅地化が急速に進み、増大する排水のため河川の汚染が著しかった。河口部の廃止塩田は工場用地やゴルフ場として利用されている。また香川県道155号群中人線と国道11号の間の両岸は市内最大のラブホテル街でもある。典型的な香川県における河川の特徴として、平時は水量に乏しいものの、降雨時には急激に水かさが増す。特に下流部は天井川となっており、沿岸は低湿で豪雨の際には淡水被害を受けやすい。主な支流、御保川、二次支流以下は御保川ハッシュタグ主な支流参照。宮川、以下省略いたします。以上で読み上げは終了いたします。しかし、あくまでまとまりを示すため便宜的に付けられた区であり、地名や行政上の町名とは無関係である。そのため、一部の公文書類作成手続きでは、住所に区を付けることが認められない場合がある。また、慣習としても、住所を表記するときに区を付けることは稀で、地番も北町全域で、すべて連番になっているため、区を冠する必然性もないが、大まかな場所を感覚的に示す必要がある場合、店舗などが不特定多数の利用者に所在地を示すなどにあえて表記する場合がある。地図上の表記に関しても、縮尺の大きい道路地図などには区分けが載っていない、北町一町で一区切りになっている場合が多い。高松市北井首長所管内、北井町760-0080。歴史、北地区の名前の由来は、この地区が高松市に編入される前、北村であったことによる。その北村の名前は、村の神社にかつて大木があり、木台から転じたという説がある。また、北村が属していた北郡は同音の発音だが、こちらは三木郡と山田郡が合併してできた合成地名であるため、成立過程において北の地名との直接の関係はない。教育、地区内には北、北南、北北部の3つの小学校と北中学校がある。また中央小学校は地区外に存在するが、校区が北地区にかかっている。地区内の南西部には木太中学校が存在し、それ以外の地域は本町地区にある玉茂中学校の校区である。行政、この地区は1940年以降高松市の一部であるため、地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては高松市北市長所があり、各種住民サービスに対応している。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。